本日のストップ高銘柄を紹介します。住石 HB が高騰した理由は不明です。大林ふみが高騰した理由は基本政策の見直しと配当引き上げを発表したからです。クロスキャットが高騰した理由は人工知能関連株への投資マネー流入と業績の急成長が要因です。 JTP が高騰した理由は JTP が自社の AI ソリューションとサイエンス A のプラットフォームを連携した発表があったからです。テックファーム HB が高騰した理由は AI 関連案件が高水準であり AI 導入支援ビジネスが活発化したからです。サイオスが高騰した理由はハードウェアの需給緩和やクラウド向け新製品の人気、AI 分野への進行等で注目されたため。ユビキタス AI が高騰した理由は AI 関連株への投資資金流入が不足したためです。データセクションが高騰した理由は不明です。ジルバーエップテクノロジーが高騰した理由は AI 関連株への投資資金流入が不足したからです。アズジェントが高騰した理由は不明です。サイエンスアーツが高騰した理由は自社のプラットフォームに他社のサービスが連携されたからです。クランが高騰した理由は米半導体大手 NVIDIA と協力し新製品を発売することが決定したからです。日本ラットが高騰した理由は業績情報修正を発表したからです。ファンペップが高騰した理由は塩野義製薬との資本業務提携を発表したためです。セカンドサイトアナリティカが高騰した理由は AI 関連銘柄が注目されているからです。アベジャが高騰した理由は不明です。ラボロ AI が高騰した理由は AI 開発強化に伴う半導体市場の拡大及び AI 関連株の物色拡大。アビレンが高騰した理由は成長性の高いビジネスモデルを有し AI 関連株への買いが増えたため。 QPS 研究所が高騰した理由は防衛省から新たに衛星の施策を受注したからです。 GDEP アドバンスが高騰した理由は AI 向け GPU カードの受注開始を発表したためです。ゆとりが高騰した理由は新ブランドの販売開始による期待感からです。シリウスビジョンが高騰した理由は不明です。玉川 HD が高騰した理由は量子暗号通信向けの開発の発表の予定があるからです。三井 E&S が高騰した理由はバイデン米政権が中国を睨み港湾施設のサイバー攻撃対策を強化しているからです。山田が高騰した理由は個人投資家の保有割合が新たに 5% を超えたからです。サクシードが高騰した理由は期末配当予想を無配から増額修正し初配を実施したからです。